あのチャンピオンシップ始まってからまあ、非常にチームの状態はいいと思います。し、えー、まあ、この決勝の第1戦はあの結果は出なかったですけどもまあ、内容的には、えー、い,い,いい内容の部分もあったので、えー、チームはあの上向きだと思います。はい、私自身ももう最後のこの j リーグの最後の試合に向けてえー、まあ、しっかり準備をしてきたつもりなので。あの。 いいいい結果出ればいいと思ってます試合終わってからもう言ったんですけどももう2点取るしかないのでもうただそれだけそこに向かってチームはあの進んでいこうという話はしていますもうとにかく1対1のバトルでもそうですしあとはもう最後にチーム総力戦で相手を任せて自分たちがチャンピオンになりたいと思います。